アジアで活躍する俳優金城武さん、イケメンでとてもモテるはずですが、現在も金城さんの結婚の話は上がっていません。結婚していないのには訳があるようです。それは一体どんなことなのでしょうか。現在の状況も含めてまとめましたので紹介します。金城武さんのプロフィール。本名金城武、生年月日1973年10月11日、出身地台湾台北市、身長180センチ、血液型O型、学歴台北アメリカンスクール。経歴。金城武さんの父親は沖縄県出身の日本人、母親は台湾人のハーフで、父親は鯉の養殖技術を台湾に初めて伝えた人物です。日本でいう田園調布や芦屋に該当する天武という高級住宅街で育ち、台北にある日本人学校に通い始めました。ところが日本語があまり話せなかったため、同級生から日本語ができないから遊ばないと言われ、さらに近所の台湾人の友達からも、あの子は日本人だから遊ばないと言われるという辛い幼少期を過ごしたそうです。高校生になると、たまたま台北市内でスカウトされ、台湾で芸能界入りを果たし、歌手やアイドルとして活動を始め、台湾国内でも大きな人気を誇りました。1993年、香港映画ワンダーガールズ東方三共2に出演し、俳優デビューを飾ります。その後、たまたまホテルで居合わせたというウォン・カーワイ監督に見出され、香港映画「恋する惑星」に出演すると、一気に頭角を現し、国際的に知られる俳優へと成長していきました。日本では1995年、スペシャルドラマ「聖夜の奇跡」でデビューし、1998年、ドラマ「神様もう少しだけ」で主役を演じると、日本でも爆発的な人気を得ていきます。以降、2000年の恋やゴールデンボールなどのドラマに立て続けに出演し、日本の芸能界でもどんどん存在感を高めていきました。2010年代に入ると、再び活躍の舞台を香港や中国に移し、多くの作品に出演しています。結婚しない理由が。プライベートをめったに明かさない金城さんですが、そこにはある意思があり、理想の恋人イコール金城武という世間のイメージを壊したくないため、用事がない限り出歩かないとインタビューで語っていました。そんな金城さんですが、親友でもある香港映画監督のピーター・チャンさんに、デビュー当時、本当に好きだった恋人がいたことを明かしています。その恋人が誰なのか分かっていませんが、台湾メディアで一番有力だと言われているのが、タレントのジュディ・リンさんです。リンさんは歌手としてデビューしていましたが、あまり売れずにその後、スタイリスト、ヘアアーティストに路線を変更しています。美容本を出版したり、ファッションアドバイザーやヘアメイクの仕事をしつつ、日本のアースミュージック&エコロジーなどの洋服を台湾で販売する会社を設立し、年商約19億円を上げる実業家となっています。金城さんとリンさんは、金城さんがデビュー当時、リンさんが日本語を話せたため、日本語を通じて仲良くなり、交際に発展したそうです。しかし、その後、金城さんの人気が急上昇すると、リンさんは足を引っ張ってはいけないと身を引いて別れを告げたのでした。金城さんはこの別れを経験したことで恋愛観が変化し、恋愛は期待もあるけど傷つくのも怖いものと考えるようになったと言われています。その後、金城さんには噂になった女性が3人います。リンさんと破局した後に台湾の女優ガーウェイルーさんと付き合っていたと言われています。しかし、9歳年上という年の差が大きいこともあって、周囲から反対されてしまい、かなり短い期間の交際で破局となったそうです。その後、噂になったのは、
台湾の女優、チャーリー・ヤンさんです。ヤンさんとは1994年に初共演し、1997年まで4本もの映画で共演しており、自然と交際に発展していったと言われています。ところが、ヤンさんは1997年の映画を最後に突然、一般人の恋人の事業を手伝うためとして芸能界を引退しました。突然の恋人の引退と破局でかなりのダメージを受けたという金城さんは、台湾の芸能界の友達と距離を置いて日本に活動の場を移したと言われています。現に翌年1998年には日本のドラマ「神様もう少しだけ」に出演し、1998年には女優の吉村美紀さんとの熱愛が報じられました。吉村さんは現在ビストというファッション雑誌を中心に活躍しています。二人は金城さんの出世作となったテレビドラマ神様もう少しだけで恋人役で共演していました。1話だけの共演でしたが、すぐに意気投合し交際に発展したようで、一緒に買い物をして同じマンションに入っていく姿をスクープされています。しかしいつも週刊誌に追われていたため、ほどなく破局したと言われています。ちなみに吉村さんは金城さんと付き合う前に極楽とんぼの加藤浩次さんと付き合っていましたが、金城さんと出会ったことで加藤さんとはお別れしたそうです。金城さんは吉村さん以降熱愛報道はありません。日本から消えた理由とは、金城さんは2010年以降日本での仕事を全くしていません。日本で最後に出演した作品は2009年に公開された映画レッドクリフパート2未来への最終決戦となります。金城さんが日本で俳優活動をしなくなった理由には、日本と中華圏の演技論の違いが原因ではないかという指摘があります。金城さんは日本のドラマの大げさな演技が気になっていたようで、神様もう少しだけでは制作側にもっと抑えた演技がしたいと訴え、対立があったと噂されました。結果、自分の演技論が受け入れてもらえず、日本の映画やドラマに出演しなくなってしまったと言われています。また、日本から消えた理由として、ギャラの折り合いがつかないということもあるようです。日本の映画は中華圏で活躍をする金城さんに見合ったギャラを出せる興行収入ではなく、中華圏の映画に比べると日本の映画のギャラは相当安いと言われています。そのため2010年代以降は金城さんの相場に見合ったギャラが日本では出せなくなり、出演交渉が成立しなくなったという可能性があるのです。アメリカで活躍をする俳優の真田広之さんも、後進の俳優たちのために日本のギャラを下げる交渉には応じない方針であることを公表し、2005年の映画「亡国のイージス」を最後に日本の映画やドラマには出演していません。真田さん同様、報酬の面で出演しないことも大きな理由になっているようですね。姪の職業が、金城さんには日本でも活躍しているモデルの姪がいて、日本ではユウという芸名で活動しています。ユウさんは2012年ゲームの CM に出演し、日本デビューを果たしました。上海での東京ガールズコレクションや東京ランウェイにも出演経験があります。2017年ネット配信のバラエティ番組ゴシップジェネレーションに出演した際、金城さんについて質問されたユウさん。ユウさんにとって金城さんとは、かっこよくも厳しいおじだと言い、高校生の時にメイクをしていたら注意されたと明かしています。最近はあまり会っていないと言い、ユウさんが芸能界デビューしたことは知っているものの、共演はしたことがないようです。また会ってないので、金城さんが結婚したのかはわからないとも語っていました。ユウさんは女優として活躍することが目標だと話しているので、今後日本の作品にも出演してほしいですね。現在は
日本でほとんど見かけなくなった金城さんですが、母国の台湾でも20年以上映画やドラマに出演していません。この10年で CM3 本だけと少なく、台湾でも謎めいた存在だといいます。2017年に香港映画恋するシェフの最強レシピに出演していますが、それ以降の俳優活動は何もない状態です。2021年スマホゲームの CM で久しぶりにその姿を見せましたが、メディアの露出が非常に少ないことからミステリアスな存在となっています。日本で姿を見せなくなりましたが、未だに人気のある金城武さん。難しいところがありますが、また日本の作品にも出演してファンに姿を見せてほしいですね。今後の動向も注目していきたいです。あなたはどう思いましたでしょうか。いい作品に巡り合ってほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。